お腹をいっぱい減らして聞いてね。僕が朝ごはん作って待っているから。宇宙よりも小さな君の背中の広場にレンガを並べて花壇を作りたい。君が寝てる隙に君の鎖骨で僕は綱渡りの練習。おっと足を滑らせた君の首筋から僕はまさかさま安全ネットで跳ね上がり、作りたてのコーンスープこぼしちゃった。歌ってたなんて